こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯はじゃーん、今日もいただいたんです。どうもありがとうございます。今日はね、何をいただいたかっていうとね、ここにも書いてあるんですけど、レンコンをいただきました。なんかね、新鮮なレンコンをたくさんいただきました。どうもありがとうございます。でね、今日はいただいたレンコンを使ったレシピを作っていくんですけど、ほらレンコンってこの形がなかなか、まあ、特殊な形をしてるじゃないですか。特殊っていうか、このレンコンのこの穴な感じそう、レンコンのね、この穴な感じを生かした、ちょっとね、これからの季節クリスマスにぴったりなレシピを作っていこうかなと思っております。ちなみにレンコンって意外とビタミン C とか結構しっかり入ってるんですけど、こうビタミン C ってね、加熱に弱い栄養素なんですね。なんですけど、レンコンとかあとじゃがいも、かぼちゃなどっていうのはでんぷんが含まれているので、ビタミン C をでんぷんがくるんでくれるので、加熱しても壊れにくい性質があります。あとね、レンコンってこう時間が経つと変色しちゃうじゃないですか。で、この変色しちゃうのって別に悪者ではなくって、時間が経って変色するものってポリフェノールが含まれてるんですね。で、ポリフェノールってこう水につけるとどんどん流れてしまうので、こう、まあ、変色を抑えるために水につけると思うんですけど、あんまり長時間水にさらしすぎちゃうと、せっかくのね、ポリフェノールもどんどん流れちゃうので、水につけすぎないで、まあ、さっと水につけてさっと調理してあげると一番栄養価が高い状態で食べられます。ちなみにレンコンのポリフェノールっていうのはタンニンっていうものなんですけど、タンニンには抗酸化作用と消炎作用、修練作用があるので、特にちょっと、なんだろう、風邪ひきそうな時とかはおすすめです。プラス、そう、抗酸化作用もあるのでアンチエイジングにもおすすめなんですけど、その水にさらしすぎちゃうと、そのせっかくのね、ポリフェノールのタンニンがどんどん流れてしまうので、もったいないことになっちゃうので、さっと水につけてさっと調理してあげるっていうのが大事です。はい、それでは作っていきましょう。
してきました。どうですか、このね、最後に乗せたパルミジャーノレッジャーノがちょっと粉雪っぽくって、なかなか冬らしいパスタに仕上がったんではないでしょうか。では味見していきます。いただきます。ベーコンとトマトのパスタってとっても合いますよね。チーズがいい感じに絡んでとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。